さあ富士急ハイランド絶叫マシーンに乗らずに富士急ハイランドを楽しむことができるのか、ね、あそこにしよう。さあいよいよ本番です。実況は私アミと解説のカコさんです。よろしくお願いします。そこはどんなところなの？絶望要塞って言うんだって。要塞に侵入していろんなトラップをかいくぐりながらミッションクリアしていくっていうアトラクションなんだけど、なんでも今まで2組しか成功者が出てないんだって。へえ、すごいね。マキちゃん、そんなに驚いてないね。え、だってそういう設定なんだ。本当に難しいですよ。いや、カコさん、2人がクリアできる可能性は？まあ、まず無理でしょうね。これは厳しい選択をしてしまったか、カズヒロ。さあ、まさに今、挑戦が始まろうとしています。試合終了ですね。これは早い。初挑戦ならこんなもんでしょう。全然クリアできないじゃん。難しいという感じですね。今まで成功者2組だけだからね。え、そういう設定じゃないの？うん、だから本当なんだって。もうこうなったら絶対クリアする。絶対するったらする。行こうカズくん。あー、いけませんね。動きになって挑んでは。ここからはダイジェストでお送りいたします。よし、次こそは。もし諸君が囚われることになっても残念だが我々には助ける。2012年にオープンし、これまで120万人が挑戦してきた。あそこで見つかったのがまずかったんだよね。絶望要塞ですが、クリアしたのはわずかに2組。さらに2015年に絶望要塞2として新登場してからは1組のクリア者を出していないという難攻不落の要塞となっております。まさにモンスターアトラクション。手持ちのタイマーは潜入可能な時間を示している。大体目星はついてきたからなんとかできるはず。一度たりとも監視カメラに映らないよう注意して進んでくれ。呆然自失の2人となっています。120万人の屍は伊達ではありません。映ってしまうとその場で諸君の苦労は水の泡だ。マキちゃん、もうなんなのこれ。全然これまで数多くの挑戦者が諦めていった前人未到の壁、絶望要塞2。しかし彼女の方は諦めようとしていませんよ。いや、熱中してますね。一度になるとなかなか抜け出せないタイプなんでしょうね。ここで和弘の説得が、次こそは絶対クリアするからね、お願い。和弘の説得なかなか通用しません。遠そうだし、このままだと今日一日ここで終わっちゃうよ。わかったよ。よかった。ここで試合終了。結構マキちゃんという、0勝11敗といったところでしょうか。ねえカズくん。え、何？また富士急来よ。今度こそ絶対クリアするんだから。おっとカコさん、ここは、うん、これは思わぬチャンスですよ。また今度が出ましたからね。ここは一気に次回のデートの約束まで取り付けたいところです。なんだか次のデートの予定が決まってしまった。ラッキーなのかな。しかし和弘、ここでまさかのスルー。出ませんね。ここで決まった気になってはこれは次が決まったとは言い切れませんよ。和弘痛恨のミスプレイ、次回へと続きます。